岐阜女子大学岐阜女子大学デジタルミュージアム岐阜女子大学デジタルミュージアムは岐阜県岐阜市名特徴にある岐阜女子大学の大学博物館である岐阜女子大学デジタルミュージアムは2000年4月19日に岐阜女子大学文化情報センターの会所と同時に設置されたバーチャルミュージアムである地域資料等のデジタルアーカイブ化その管理流通の設備及び 各分野のデジタルアーカイブ化の試行を進めている。デジタルアーカイブ化された資料は館内パソコンで展示されるほか、その一部はインターネットや DVD 等で流通している。静止画から音声、映像、文字等のデジタルアーカイブが発展し、内容が多様化した。アーカイブ化の方法が体系化され、資料の収集、撮影、 記録の対応などの評価処理のテキストが作成された。2010年までに新しいデジタルアーカイブの開発の体系化が進み、本格的な利用が始まった。所蔵のコンテンツには、ウェブで公開中のものとデジタルミュージアム内部のみで公開中のものとがある。地域文化資料の収集については、写真機による静止画撮影、スキャナーの使用による文書の記録、 ドローンによる高所撮影など様々な撮影手法を用いて実施している。また、踊りや舞など保存、伝承の観点から様々な視点からの記録が必要である対象については8方向からの撮影を行っている。ありがとうございます。